こんにちは、紹介者です。今回ご紹介するのは動物戦隊ジュオージャーの食玩アクションチェンジ搭載獣王全3種類です。値段が税別で380円ですね。こちら、第1弾が一発変形という名前で、こちらですね、こういう感じで、ボタンを押すとね、キューブから、動物モードに一発変形するというかなりね面白い、なかなかね面白かった、おもちゃだったんですけれども、その食玩が、名前が変わりまして、なんで名前が変わったかというと、こちらのね1番のキューブライノスが一発変形じゃないからでしょうね。こちらは、組み替える と,、キューブライノスから搭載需要に変形する、この1箱だけで変形ができてしまうという結構お得な感じの、ロボットで、残りの2番3番のキューブウルフ、キューブクロコダイルは、前回の一発変形と同様ボタンを押すと、一発変形するとキューブから動物モード、はい、という食玩になっております。今回はこちらをご紹介したいと思います。はい、ではまずは1番のキューブライノスから中を覗いていきましょう。よいしょ、おお、小さい、キューブクロコダイルが、付属していますね。ラムネとステッカーがこれぐらいで、パーツがこのように先頭車両、後方車両、そして両腕、4つのパーツで構成されています。はい、各パーツの見た目がこのようになっていて、いや、デザイン細かいですね。うん、とってもよくできてますね。はい、では、これらに、こちらのシールを貼ってしまいますね。はい、シールを貼るとこのようになります。先頭車両がこちら両目と、このフロントのグリルですね、吸盤がちょっと欠けちゃってるのがすごい残念。そして、腕のパーツにはなくって、クロコダイルにもなくって、こちら後方車両には、ロボットの顔と、そしてこの格子模様の、裏表とこの白いラインですね、この辺がステッカーになってます。で、ではね、組み立てていきましょう。まずはキューブライノスですね。この先頭車両にこの角のパーツ、ここに穴が開いてますので、差し込んで、あとは、こちら後方車両にここ突起、連結用の突起がありますので、これをここの穴に差し込むことで、はい、先頭車両が引っ張って転がし遊びできますね。しっかりと裏面には、はい、タイヤが4つずつついてますので、スムーズに転がすことができます。付属しているキューブクロコダイルは、変形できませんので動物モードのままになります。この上に乗っけとくぐらいはできます。そして同じ食玩のミニプラがこちらですね。今回のキューブライノス、すんごい小さいですよね。小さいながらとっても、よくできていると思います。はい、それではキューブライノスから、搭載獣王に変形合体してみましょう。まずは、先頭車両、後方車両、このように分離して、こちら先頭車両から角パーツを取り外します。そしてこちらの後方車両のこちらが正面になりますので、右腕にキューブクロコダイル、ここにね穴が開いてますので、ここに差し込みます。よいしょ、はい。で、左腕には先ほど先頭車両から取り外した角パーツを、このように差し込みます。そしたら、こちら先頭車両のここですね、グリルの上のパーツ、ここがね合体用のジョイントになっていて、このように動きますので、この前に突起が来るようにしてこのように置いて、そして上半身を合体すると、おー、なんとこの食玩、上半身下半身を合体することで、ここのキューブウルフのこのパーツ、胸のパーツが自動的に展開して、搭載獣王の顔が出てくるんですね。このギミックすごい。上半身と下半身が合体することで、この顔の両サイドにあるこの黒いパーツが上に上がってきて、このパネルが勝手にこう、開いてくれると。劇中の合体シーケンスが自動化されるととっても熱いですよね。
はい、完成した搭載獣王がこちらですね。こちらもデザインしっかりしています。つま先や股のゴールドとか、胸部のシルバーとか、成形色も、3色用意されていて、クオリティ高いですね。胸部のレリーフもしっかりデザインされています。はい、そして可動についてはもう完全固定ですね。はい、特に動かして遊ぶようなところはない。強いて言うなら腕が回転するぐらいですかね。一箱でこれだけ変形合体楽しめれば十分かと思います。はい、では続いて2番のキューブウルフです。こちらはボタンを押して一発変形するタイプですね。パーツは2つで、あとはシールですね。はい、各パーツシールを貼ったのがこちらですね。はい、でこの2つのパーツをこの、突起とこちらの穴に差し込むと、はい、これでキューブウルフの動物モードの完成ですね。デザインもしっかりしていて、顔や、この8番など、ところどころステッカーがしっかりと用意されています。はい、はい、ではキューブモードへ変形です。この頭をバネになってますが、これを中に入れながら、これ後ろ側のパーツを、これもねビヨーンってなってて、これを閉じると、はい、こちらパチンと音がすれば、はい、8番の数字が入ったキューブモードのキューブルフ完成です。はい、しっかりとキューブモードに変形することができましたね。で、こちらはこの上に小さいボタンがあります。こちらのボタンを押すことでいきますね。あれそうか、ここが頭になるんだから、こう持つのかな。こう持っていきます。せーの、難しいな。そうか、ここを持っていきます。せーの、おーと、このように、ボタンを押すことでキューブモードから動物モードに一発変形することができます。やっぱりこの一発変形は気持ちいいですね。楽しい。このバネの力で勢いよく変形することができます。もうこの商品ならではのギミックでとても楽しいですね。ちなみに1番の搭載獣王と並べてみると、もう同じ食玩のシリーズとは思えないサイズ比ですね。はい、それでは最後3番のキューブクロコダイルですね。はい、こちらも中を見てみると、おっ、こちらは、おっ、これはもうこれはもう完全に完成品ですね。はい、シールを貼るだけです。はい、シールを貼った完成品がこちらです。ちなみにこの尻尾はこれ手動ですね。はい、このように、手動で開いてあげる必要があるようです。これでキューブクロコダイルの動物モードの完成ですね。はい、こちらも、細かいこういったキューブのデザインもしっかりと再現していますね。目つきの悪い目もこのようにシールが用意されています。上下の歯のパーツは別の成形色になっているのも嬉しいですね。上顎下顎はこのようにね、バネが入っていて、一応ね口を開けることもできます。離すと戻っちゃいますけどね。では、キューブモードに変形してみましょう。こちらはまずはね手動で尻尾を元に戻して、あとはこの上顎下顎をこのようにミニプラデラックスと同様上と下にくっつけて、これでねロックします。はい、そうすることで7番の、キューブクロコダイルのキューブモード完成ですね。7番の数字がこのヒンジの奥にね、入ってて、ここがシールになってますね。そして上の方にはこのような大きなボタンがあります。はい、でこのボタンを押すことで、はい、このように顔が自動的に変形すると、かなりの勢いですね。バチン、はい、で、顔が変形できたら、このように尻尾を展開してあげれば再び動物モードの完成ということで、こちらもかなり遊べますね。気持ちいい。はい、ということで今回は食玩のアクションチェンジ搭載獣王をご紹介いたしました。2番と3番の一発変形のタイプは
第1弾同様遊んでいてとても気持ちいい商品です。そしてこの1番のキューブライノスは他の、ラインナップと違って、この1箱だけで、ロボへの変形完結できるので、これもねお得感満載ですね。ミニプラにはまだ早いかなっていう小さいお子さんには、ぴったりかなと思いました。ということで以上紹介者でした。